バービー、ごちゃごちゃ言わない。ほっとけないでしょ。あの幽霊たちが見える？取り憑かれてるやつをぶっ飛ばすのは簡単なんだけど、問題はあの幽霊の方でさ。蹴ろうが殴ろうが好かるし、魔法も全然効かないんだよね。でも、絶対あいつらをぶっ飛ばす方法があると思うんだ。どうしたの、ファビー？幽霊が！もう逃げ場はない！戦うしかない！来るなら来やがれ！見つけた。幽霊に攻撃が効いた。随分探したよ。あんたは今週のマギタイムズ。え？私が先に取ったんだ。そんな目をしても渡さないぞ。ちょっと待って。解決したら教えてもらえる？幽霊騒動が解決したら、これ私の連絡先。絶対に連絡してね。ラビ、あっちで隠れているのがファビで、この人は。私はサヒ、もう行ってもいい？上に行くつもりなの？そこら中幽霊だらけだよ。研究補助金。そう、研究補助金。最近無駄遣いが多いからって打ち切られたの。だけど私がこの騒動を解決すればまた再会してもらえるはず。それは分かったけど、一人で行くつもり？危ない。さっきの借りもあるし、手伝うよ。そう、ありがたいけどその必要はないわ。もしかして心配してくれてる？あんた意外と。ゴリラはオーク退治には必要だけど、幽霊退治には向いてないから必要ね。おい、今私のことゴリラって言ったか？いや、ゴリラの方が岩を壊せる分役に立つか。Thank you.
ゴリラよりはマシそうね。オッケー、これで十分よ、ファビ。はあ、驚いた。まさかゴリラ以上に野蛮だなんて。どうよ。そもそもゴリラは幽霊退治に必要ないって言ったのも忘れてるのね。なんでダメなのよ。しかしこんなゴリラを目の前で見たのは初めてだな。この機会に実験データを集めておくか。それじゃあ受け取りなさい。ゴリラが人間になる時よ。で、これは何なの？それを持っていれば幽霊を攻撃できるわ。マジで？すっごいじゃん。お前も人間になりたいの？わかった、受け取って。でも一つ条件があるわ。私の研究補助金再開のためにこの幽霊騒動の解決を手伝うのよ。いいわね。よし、じゃあ2階で会いましょう。お前たちも手伝うのよ。分かってるって。2階に向かいながら怪しいものがないか探すんでしょ。あと逃げ遅れた人たちを見かけたら助けてあげて。もちろん。いいとこあるじゃない。助けた相手にはソフィ博士が作った装備のおかげって言うのよ。しゃあない、わかったよ。教授より生徒たち優先ね。統計学的に生徒の方が SNS をより活用して。わかったってば。ファビ、行くよ。こっから反撃だ。
君はお化けって苦手？やっぱりね、君ならそうだと思ったよ。真のスピードクイーンならどんな時でも平常心を保つものよ。このライトニングカウンター、ラナみたいにね。ってことで勝負しない？やる気になったよね。早速始めましょう。準備はいい？先にゴールした方が勝ちよ。私が負けた。ライトニングカウンターなのに。ノロノロな幽霊さんたちといたから私までノロくなったのかも。覚えておいて、次に会う時はもっと速くなっているから。起きろ、起きろ、起きろってば。おい、気がついた。俺はアーロン。君が扉を開けてくれたおかげで外に出られたよ。隣の奴らが脱出するとき、俺も連れてってくれたらもっと早く出られたんだけど、反省室から出たら何して遊ぶか話したりしててさ、心強かったよ。でもある日を境に何の声も聞こえなくなっちゃったんだ。俺だけ残して脱出したのさ。友達だと思っていたのは俺だけだったみたいだ。これはもういらないか。これは感謝の気持ちだ。受け取ってほしい。じゃあ俺はこれで。
が見えるの？透明マントをまとっているのに気づくなんていい感しているね。これさえあれば幽霊にもバレないんだ。東の回廊に来たら君にも使わせてあげるよ。作動していたでしょうけど、ラビとファビは今2階を調べに行っているわ。お前も2階に行ってみてよ。それで何か見つけたら連絡して。